皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。うるま市民の皆様へお知らせです。4月16日政府が緊急事態宣言を全国に発令しました。県内では感染者が増加しており、このままではたくさんの人が大切な人を失うことにもなりかねません。市民の皆様へお願いです。皆様ご自身と皆様の大切な人の命と健康を守るために、5月6日までの間、不要不急の外出は自粛してください。ステイホーム。3つの密、密閉、密集、密接をゼロ密にしましょう。こまめな手洗いの徹底、咳エチケットにも努めてください。今が踏ん張り時です。感染拡大防止に向けて皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、うるま市民の生命及び安定的な生活を守り、様々な感染拡大防止対策や経済支援対策などを迅速かつ全庁的に取り組んでいくため、令和2年4月17日に新型コロナウイルス対策室を設置しました。また併せて新型コロナウイルス感染症に関する各種情報の一元化を図り、市民の皆様からのお問い合わせに対応するためコールセンターを開設しております。新型コロナウイルスに関するコールセンター、電話番号 098-923-7124、 098-923-7124、 直通。時間は午前9時から午後5時15分まで、土日祝日は除きます。新型コロナウイルス感染症から自身と大切な人を守るために、新型コロナウイルス感染症が日本全国で発生し、沖縄県にも緊急事態宣言が発令されています。うるま市でも感染者が確認されており、感染するリスクは私たちの身近に迫っています。新型コロナウイルス感染症対策のため、一人一人が日常生活で取り組めることをお伝えします。 1. 不要不急の外出は自粛してください。感染拡大を防止するため、食料品の買い物などの必要な場合を除き、不要不急の外出を控えてください。一人一人の行動が感染拡大を防ぐことにつながります。やむを得ず出かける場合は、必ずマスクを着用し、人との距離を2メートル以上空けてください。 2. 3つの密を避けて行動してください。1. 換気の悪い密閉空間。 2. 多数が集まる密集場所。 3. 間近で会話や発声をする密接場面。新型コロナウイルスへの対策として、クラスター、集団の発生を防止することが重要です。日頃の生活の中で3つの密が重ならないよう工夫しましょう。正しい手の洗い方。手洗いの前に爪は短く切っておきましょう。時計や指輪は外しておきましょう。1. 流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ手のひらをよくこすります。 2. 手の甲を伸ばすようにこすります。 3. 指先、爪の間を念入りにこすります。 4.
指の間を洗います。5、親指と手のひらをねじり洗いします。6、手首も忘れずに洗います。続いて3つの咳エチケット。1つ目は、口や鼻を覆うマスクを着用する。マスクがない場合はティッシュやハンカチで口、鼻を覆う。とっさの時は袖で口、鼻を覆う。正しいマスクの着用は、1、鼻と口の両方を確実に覆う。2、ゴム紐を耳にかける。3、隙間がないよう鼻まで覆う。4、体調不良の方は自宅で休養を。発熱、咳、鼻水など風邪症状がある場合は外出を控え自宅で休養を取りましょう。職場などに行かないでください。気になる症状のある方は広報うるま5月号4ページ体調不良を感じ新型コロナに感染したかもと思ったらを確認し、帰国者接触者相談センター中部保健所電話番号938-9701 938-9701にご相談ください。5、手で触れる共用部分の消毒を心がけよう。ウイルスは物についてもしばらく生存しているため、ドアノブなどの共用部分を消毒しましょう。消毒用アルコールがない場合は薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤 500ml の水にペットボトルキャップ1杯の漂白剤で拭いた後水拭きしてください。詳細な消毒方法は市のホームページに掲載されています。ご参照ください。6、健康管理に気をつけましょう。糖尿病、心不全、呼吸器疾患などをお持ちの方、透析を受けている方など基礎疾患がある方が感染した場合、重症化する恐れがあるため、日頃からバランスの良い食事、睡眠、休養、散歩などの軽い運動を行い、健康管理に努めましょう。感染が疑われる場合は、医療機関を受診する前に、まずは最寄りの保健所に電話連絡してください。保健所は相談を受けて、疑わしい患者を診療体制の整った医療機関に確実につなぐよう、受診していただく医療機関を案内します。場合によっては、必要に応じて、一般の医療機関を受診するよう案内することもあります。新型コロナウイルス感染症についての連絡先、沖縄県相談窓口コールセンター、24時間対応、土日祝日対応、電話 098-866-2129、098-866-2129。帰国者接触者相談センター中部保健所、電話 098-938-9701、 098-938-9701。 厚生労働省電話相談窓口、9時から21時土日祝日対応、フリーダイヤル 0120-565-653、 0120-565-653。 聴覚に障害のある方や電話での相談が難しい方向け、ファックスナンバー 098-866-2241、098-866-2241。
2241、電話医療通訳サービス、保健所連絡専用、英語、中国語、韓国語。電話番号 03-6636-4816、 03-6636-4816。 詳しくは広報うるま5月号2、3、4ページをご覧ください。